またこれ最高齢で夫婦の方というのももちろんいらっしゃいますよね。最高齢夫婦、これハサミ町の夫婦なんですね、101歳と102歳の夫婦、結婚歴なんと70年なんだそうです。いやーすごいですね。また今年度中に100歳以上になる長寿の方、長崎県内で1112名、男性128名、女性984名となる見込みなんだそうです。じゃあそのうち島原市はといいますと、この中の43名、男性4名、女性39名、お隣雲仙市は32名、男性4名、女性28名、また南島原市は47名、男性7名に女性40名となっております。